さあさあ、なあ、落ち着いてねえで、物事はキビキビやるんだ、キビキビと。なあ、キビキビと言っても別に慌てることはねえよ。物事は慌てると粗相する。さあ、落ち着いて、落ち着いて。旦那こそ落ち着いてお座りになった方がようございますよ。何？お前はどっちを向いて物を言ってんだよ。旦那ってのは俺のことか？いや、飛び込む。なんだ、笑ってやろう。わさびというものはな、笑ってつっちゃ聞かねえもんだい。どっちもこいつも。旦那、山形屋さんお二方お好きですよ。山形屋の大将。それじゃあ、すぐに竹の名前をご案内。山形屋さんは名前の福の神様だからな。だって竹の間さっき。あの侍か。成宮さんがいらしたから桜の間から移ってもらったばかりじゃありませんか。いや、何、あの侍は大して福々しい顔してないから、への六番に移しちまう。への六番へ？あの侍はへ六だよ。への六番でたくさんだよ。やだな、私は。何？どうもすみません。あ、おゆきちゃん。すまねえな、忙しくてよ。猫の手も借りてたからだ。すみません、弟が。悪いのかい、牛坊がまた。いいえ、大したことはないけど、あの子病心でしょ、だもんだから。大変だな、おゆきちゃんも。さあ、慌てて器を壊すんじゃねえぞ。旦那さん、遅くなくてすみません。ご苦労、ご苦労。ごめんください。お待ちどうさま。忙しそうだな。お祭りが近いもんですからね。こんな時おいでになったお客様、さよなんですよ。布団部屋入れられて。布団部屋だなんて。もっとも分相応かもしれん。そんな皮肉をしちゃうと女の子に嫌われますよ。嫌われてもいい年頃だ。私？ダメ。ちょっと。帰ってって言ったっていいじゃないか。私とお前とはそんな仲じゃないはずよ。どうしたっていうの？知らない。知らさくれ。源三郎さんのことよ。源三郎さん。あら、知らなかったの？本当に？あの人まだ怒っているのね。冗談じゃん。怒るのはこっちじゃないの。おゆきちゃん置いとけぼりしてさ。違うわよ。何が違うの？すまない、あんた頼む。それはともかくとしてね、せっかくいい口にご奉公かなったのにまた前戻ってきてさ。それも亀六のやつの用心棒。用心棒？そうなんだよ。私はびっくりして息が止まりそうだったよ。用心棒、今夜よく様子聞いてみるからね。そこであんたの店引っ張ってくよ。いいね？なさせろ。あの人はどうしてこの町へ帰ってきたのかしら。立派な侍になると言っていったあの人が、
博打打の用心棒になるなんて。あの人はきっと私のことでやけを起こしてしまったに違いない。あの時あの人が烏山藩にご奉公することに決まったあの時、あの人は私に一緒に暮らそうと言ってくださった。私は嬉しかったけど、私にはヤクザな父親と両親の弟があるので、私の心はためらった。私たち親子三人の重荷をあの人に負わせて、せっかくのお幸せを台無しにさせたくなかったので、私はあの人に私のことは忘れてくださいと言った。あの人は恐ろしいほど怒って、私に二人が別れて幸せがあるなどとは考えられない、お前は初めから嫌いだったのだろう。私の気持ち、心遣いなど聞き入れようとしないで、あの人はこの町を去っていった。私は寂しかったけど、あの人の幸せのために、あの人の幸せを祈って別れた。その人がまたこの町へ帰ってきた。姉さん、酒だ。ねえ、やっぱりおかみさんは怖いんですよ。おい、お前どうして俺を苦しめんだ。苦しめやしないわよ。怖いんでしょって言っただけよ。ねえ、そうですよ。私なんか気まぐれの浮気の頃なんだ。お待ちどうぞ。おい姉さん、なんとか言ってくれよ。助っ人頼むなんて卑怯だよ、お前さん。ほう、女は女同士か。決まってるじゃないの。あら、鶴ちゃんじゃないの。よう、おゆきちゃん、また来たよ。こんばんは。あんたたちの歌を聴くと、やっと祭りが来たような気がするわ。どうせ明日じゃね、お祭りみたいな人間で。親子のバシャタリってのはこんなもんだよ。今じゃタコプをあたりどりシャンコシャン。あら、いらっしゃい。不思議な巡り合わせだ。あら、ほんと。さあ、どうぞ。お酒ですか。そうだな。はい。わかったな。わかった。おい姉さん、勘定。はい、一部と十三文いただきます。一部？そろばんに入れましょうか。お酒が三本の、ガンモが三つの、タコの足が三。いいよいいよ。どうもありがとう。すみません、ほっといて。
大変だな。女だと思ってバカにするんですよ。だから高飛車にやっちゃうの。おっかないな。あら、お客様によりけりですわ。調子でも合わせなくちゃ、こんな弱い商売。おお、もうだいぶ長い間やってんのかな。ええ、3年とちょっとですわ。一人で？もう慣れました。おゆき。何、お父っつぁん。すまねえけど、ちょっとばかり。目の出ないときはやめたほうがいいわよ。何、今目が出かかってるんだよ。頼んだから。よっちゃんが一人で寂しがってるんだから、早く帰ってやって。分かってるよ、帰るよ。だよ。何か差し上げます？うん、見つくろって。はい。おゆきさんというんだったね。あら。うん、今聞いたから。お父さんかね。ええ、道楽門で困るんです。お客さんもやっぱりお祭りのご見物？いや、そんな悠長な旅じゃないんだ。じゃあ、明日お帰りになるんですか？うん、そんな目当てのある旅でもないの。へえ、難しいんですね。難しい旅だ。でも、御用でいらしたんでしょ？うん、そうだ。人を探しているんだ。人？うん。見つからないんですか？うん、見つけたくもない相手で。おかしな話。かもしれない。その相手を探し出すと、俺はその人を切らねばならんことになるかもしれないんだ。まあ、急に話が怖くなってからね。え？いいえ、でも。おじさん、侍がね、殿様のお言葉は絶対のものなんだ。嫌なことでも嫌だとは言えないものなんだ。では、お殿様のお言いつけで。だから相手と会わなきゃ一番いいんだ。だって、それではお国お帰りになれないでしょ。うん。侍とは不便なものだろ。とても寂しそうね。愚痴を言わせたのはおゆきさんのせい。あら、私の？あんたね、私の心に思ってることを自然に言わせる。そんな人だよ。で、その人はこの町に？おい、泣けた泣けた泣けたよ。はいはい。落ち込んで頼むよ。もう、あり、ほら、僕じゃたまんねえよ。分かってな。分かってくれるかい、親の気持ち。親分がどうしてあんな弱気なんだろうね。親分には親分の腹があるんだよ。腹があるか、ひそがあるか知れねえけどだな。素直のおじきなんて、あんな言われどうしてペコペコしなきゃならねえんだ。おい、酒まだかよ。はい、ただいま。親分にペコペコされたら、クモが一体どうぐらいいんだよ。おい、兄。だって、あんたおいぼれの一匹はねえ。坊や、お手柔らかに頼みますよ。ないよ。お手柔らかにとは何だよ、てめえ。女のくせに。あんたたちだけじゃないのよ、お客様。畑迷惑じゃない。ん？ちょっと、すみません。
どうして帰ってきたの？よしてしまった。せっかくお召し抱えになったっていうのに。くだらんからやめたんだ。女なんかにはわからんことだ。そりゃそうかもしれません。けどおゆきちゃんに話さないなんて、そんな二人じゃないはずよ。あの人とは他人の俺だ。他人？あんたの出世を泣いて喜んでおくとゆきちゃん、あんた他人だって言うの。そんな言い方ってあるかしら。そんな話は別にしたくないんだ。ちょっと待ってよ。俺は昔の俺じゃないんだ。だからあんたとも他人だ。本当にご迷惑をかけて、乱暴者で困るんです。口ほどではないんですけどね。まったく口ほどでもないな。お。あ、違う。なんでもないよ。それよりも酒だ。飲み直しをやろう。はい。ねえ。何か今夜はとても楽しい晩になってしまった。俺の一生の思い出の夜になるぞ。私も初めてのように思いません。初めてお目にかかったのに。これで3度目だよ。あら、お宿は妙賀屋さん。への六番。何ですのそれ。布団部屋へ入れられたの。まあひどい。私掛け合ってあげます。いいんだよ。これも思い出の一つだろう。なんだ。寝くわのくせに気をつけろい。お歌さんだな。彼風邪ひないよ。はいよ。酔ってんのね。ただのお酒じゃ胃袋の中でさ。だから飲み直しに来たの。自前だよ。お年払うよ、現金で。いいよ。さあ、お入り。やだよ。もう男があるんだもの。私恥ずかしいよ。まんざら知らん顔でもないぞ。あら。お客さんでしたの。いい男がいると思ったら。ご機嫌だな。ご機嫌？うん。悪いんですよ。田舎の小博打ち相手に。ちゃんちゃらおかしくてさ。あんな三角野郎どものお酒なんて片腹痛いやね。ねえ先生、そうじゃない？そうだ。そうだ。嫌なら返事しなくたっていいんだよ、お歌さん。いいのよ、心配しなくても。あんた、お客さんを布団部屋に入れたんだってね。そう。部屋の6番。ひどい人ね。そこは女中のお弟子さん。ね、そうでしょ。そうだ。さあ、飲む。はい。おゆきちゃん。私今日あんたのために酔ってんのよ。あの人に会ってさ、そのことでお前さんに話があるんだけど、今日はダメ。そうでしょ。ああ、私は侍嫌いだね。ヤクザも嫌いだけど、侍も嫌いだよ。この人も侍だね。この人も嫌いだ。ねえ先生、今夜おい飲みましょう。私がおごる。ねえ、ね、またさ、どうしておるんだろう。やだ、ちょうで見たの。もし嘘でなければ、有馬又十郎。いい名前だね。さあ飲もうよ、又十郎。またこう。
ますます思い出の番だな。そうですね。カラカサの骨はバラバラ。まだヒリヒリしてる。バチが当たったんですよ。変ないたずらをするもんだから。いたずらなんかするもんかい。ただ相手が悪かっただけだ。あ、お部屋こちらですよ。月の間に借りたんです。月の間は俺の部屋じゃ。お貸元は部の6番。どうせすぐお立ちなんでしょ。部の6番が昨夜のお詫びの印というところか。いやですね。まあ、お座んなさいよ。いや、朝から酒の飲める身分でもないかな。いいんですよ。あいつの方につけときましたから。今の親父さんか。そう、あのひひ親父。やけどお前やったのか。だってあんまりしつこいんですもん。よそ、せっかくだな。なぜ？少し真面目な用事があるんだ。あ、飯にしよう。これで言えばお前も言えば少しうるさかったぞ。あれ、もう一個なしにしましょうよ。そのために気を使ってるんですから。おゆきさん心配して送ってきたよ。ちっと覚えてないの。何かお客さんの悪口も言ったでしょうね。言ったでしょうじゃないよ。ほら、またじゅら、またか。あ、おかみかみ。どうして私、酔うとダメね。ダメだぞ。あんな深酒。何度もよそうと思って酒立ちしたんですけどね。親もないし子もないし、いい男もいないし、妙に背筋が寒くなるような寂しさに負けちゃって。というのはデタラメ。だから好きなんですよ酒が。それより大事な用事っていうのは？人を訪ねたいんだ。この町で？うん、この町にいるだろうと思ってな。お客さん敵討ちなの。ああ、よかった。お侍って敵討ちだ、義理だ、仁義だって。いやね、落ち着いて来いという暇ないじゃないの。なかなか真実を言うな。苦労が違います。先進堂を知らないかい？槍の道場だ。ああ、あの道場、うん、知ってますよ。亡き鉄斎とかいう。あるのか今でも。あの先生のはもうとっくに亡くなって。せがれの源三郎という男を近頃見かけなかったかい？先生が探してるの。船木さん帰ってんのか源三郎。先生と船木さんとは友達だ。今どこにいるんだ？カメル小屋分っていう花津波のとこに居候して。バクトのか。ええ、用心棒。せっかく仕官したってのに辛抱しきれずまた前戻ってきちゃって。情けないってありゃしないの。用心棒。ええ、いい腕持ってんのに。ねえ、友達が日記してあげなさいよ先生。どうしたの？急に人の顔なんか見つめて。嫌だね。わけがあるんだ。
船木の話誰にも頼みしないと約束した。そりゃ先生が言うなとおっしゃるなら舌の根ちぎられたって一個ないけど。頼むよ。先生の箱から変な侍だと思ってこっそりつけたら案の定船木先生を切りに来たやつだってんでびっくりして駆けつけてきたんだ。これを狙ってるやつ大柄の目のギョロッとしためっぽう強そうなやつでしたぜ。船木さん、大柄であろうと小柄であろうと構うことはねえんだ。来たら叩き切るまでのことよ。何、男は度胸よ。江戸じゃ万人の長兵衛が旗本八幡家を向こうに回して命がけで白井軍八をかくまったってこともある。俺もこの町じゃ神谷の六蔵と言われる男だ。俺の名前にかけてもお前さんの肩を持ってるじゃねえ。まあ、お前金輪際そいつの手に渡すことじゃねえ。まあ大船に乗った気持ちで遊んでいてくんなぜ。ここで会ってしまったの。変な格好して仕入れの帰りなのよ。あ、持ちましょう。いいですよ。すみません。まあ、いろいろ入ったわな。毎日一度は必ず。そうなの。あ、何の願い事があるんだろう。願い事なんて別に、私ね、ただ一日に一遍お参りするだけで気持ちがせいせいするんです。はあ、ただそれだけ。一門や二門のおさい銭で商売繁盛、家内安全、福徳円満だなんて欲が深すぎますわよ。神様の気持ちになってみようというところだね。そうよ。あら、降ってきた。お、嬉しいかい。そんな年頃は。Thank you.
これはいかん。だいぶひどくなってきた。すぐやります。通り雨です。あ。ああ、ご覧なさい。あそこにはもう青空が。山の頂上と青空とぴったりくっついてるみたい。駆け上がっていった勢いで一番上の石段を力いっぱい蹴って飛び上がれば、あの青空へスーッと入れる。そんな気がする。そうしたらどんな綺麗な国があるのかしら。昨日もこの石段であったのかな。あ、私もそれを考えていましたの。俺がもうこんな話をしてる。昔から知ってるような。生きてるというものはいいものだな。探してる人見つかったんですか？いや。はあ、よかった。え？だって。ご用が済めばこの町からさよならでしょ。この町から去りたくなくなった。雨が止みました。変わってくれよ、大泣きだ。すみません。入って。いけねえ。おい、ゴミが減った。え？どれ？忙しいかい、見舞いは。ええ、もう大変よ。あ、お父さんにね、うん、あれだって。ん？あの白兵がどうしたことだ。違うのよ、イタさんが下したのよ。そうだろうな。あの酔っ払いが変だと思ったよ。人様の悪口を言わないで、少しは見習うのよ、お父さんも。冗談、痛い痛い痛い。どう？いい？うん、取れた。ああ、そうそう、おやじ。え？船木さんが戻ってきてるって言えの。あったかい？いいえ。まだ。神谷の用心棒だってよ。どうして浪人したんだろうな。さあね。すっかりぐれちまったそうだぜ。昔の船木さんとは。あ、お父さん、ここ見ててね。私お店の支度をするから。はいよ。だが人間ってわからないもんだな。よしてよ、悪口なんか。姉さん。え？何？有馬さんっていうお侍さんがさっき来たよ。有馬さん？何か？これ持ってきてくれたんだ。退屈だろうから読めって。いい人だね、あの人。よっちゃん、何か話した？お祭りの話だの、お侍さんの田舎の話だの。何か言ってた？私のこと。おう、さっき石段のところで別れたって。会ったらお礼言って。そうね。自慢じゃございません。大したもんで、出汁が8台、みこしが2台。いや、とっても賑やかでございましてね。いや、それにここの神様は福の神様。ああ、それでご亭主の顔が福で。恐れ入ります。いや、祭りというものはいいもんだ。
祭りの林を聞いてると国を思い出すな。俺の国でも祭りが盛んだ。出汁も出れば神輿も出る。商人子供が紅をしといて顔を塗ってハッピー姿で神輿をかつ。子供の頃にとてもそれが羨ましくてな、父に内緒で神輿を担ぎに出たことがあった。ほうほう、あなた様が。ああ、それが知れて目玉の飛び出るほど叱られたっけ。やれやれ、まあ、どんなだったでしょう。何いえね、そのお姿が。何それに懲りもしないで毎年祭りの太鼓をうちに出たもんだ。太鼓、うん、太鼓を打ってると心が晴れます。国元の太鼓はな、こんな大きなやつだな、台紙の上に乗ってんだ、うん、それをこういうふうにしてる。大太鼓の周りに小太鼓が3つある。それをダンカ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 小さくすると大太鼓がダン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 。面白そうですな。これを川寿司というダブルなよせ。その他にな、流れ打ち、イサミゴマなどというのは、イサミゴマとは意味がいいね。大太鼓の前な、こういうふうに構えて、ダーンダ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 ン。ほら、よせ。酔っ払いでございますよ。それから、祭りの太鼓を打ったままと、ダブラはよせ。なぜ抜かねえんだ。
殿の上意で俺を切りに来たんじゃねえのか。船木、表へ出ろか。出てやる。船木、切るか切られるか勝負をすれば分かる。俺は貴様を切るつもりはないんだ。何？貴様が家老のいばだを殴った気持ちはよくわかる。貴様が殴らなければ、あるいは俺が殴ったかもしれない。後からなら何とでも言える。皮肉だ。いばだは上意討ちの使者に俺を選んだ。いばだの宿営も晴らす道家になるというんだ。ではどうするってんだ。船木、俺の手に握ってくれ。そしてここから逃げろ。逃げてくれ。逃げる？俺が切らねば次の上意討ちの追っ手がかかるぞ。嫌だ。貴様はまだ若い。急いで死ぬことはないんだ。真っ暗だよ。どうしても嫌か。嫌だ。この土地を離れにくい。何かが、何かがあるのか。船木、頼むから逃げてくれ。バカに弱気だな。俺の腕はおっかねえのか。そんならそうと正直に言え。黙ってこの場を引き上げてやら。逃げろって俺が貴様に言う言葉だ。足元の明るいうちにとっとと逃げろ。船木、来るか。だがそんな心配なら無用だぜ。おゆきさんとは今は他人だよ。おゆきさん、人間三年も経つとお互いに変わるもんだな。源三郎さん、そんな言い方って。しらじらしいことは言いっこなし。有馬、俺は逃げも隠れもしねえ。神谷一家の用心棒だ。呼び出しかけはいつも勝負してやる。源三郎さん、この夜更けになって急に知ったさなんて人探せだよ。まったく、行けるもんなら一緒に行きたいよ私。お調子が一本ろくろく飲む食いもしねえで、しかし夜逃げでもしなきゃ顔が立つまいって、あれでも武士の端くれだもんな。それからと、
なんだ、あ、またお調子が一本。一本足のかわしだよ、あの人。だけど、あの源三郎って人はよかったね。かわしとは物が違うよ。何ですんだ。私が払わないよ、勘定。勘定はできたか。先生、やっぱり。明日じゃどうしていけないんですよ。お泊まりさんならお断りですよ。部屋はみんな塞がってるんですからね。開けたって泊まれませんから。急な用事で山越えをしてきたものだ。もう寝るとこがなければ子供よい。揃って追い打ちがかかったのか。船木は前戻っているそうだな。打ち取った。それでも武士と言うのか。武士か。なんとか言え。俺はつくづく武士が嫌になった。有馬、貴様は都内の忠誠と忘れたというんだな。言えない。待て待て。船木を切り詰まするにこやつの首や。犬の木って何の手柄。笑って見逃せ。船木は我々の手で切ろう。風早、お主たちは船木を切ることが忠義だと思ってんのか。何、そのご嬢だ。殿様にこびへつらって、その実お家を覆そうとしている家老を名乗って飛び出した船木のどこが悪い。いえ、こりくそつけて逃げ落ちた。船木こそ貴様よりは忠臣だ。犬とは、犬とは貴様自体のことを言うんだ。やった。ジェス、ジェスかよ。何、墓参り、うん、親父さんの命日だってんでね。そいつはいいが、船木さんもずぶとい根性じゃねえか。自分の手がかかってるってのに、ブラ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 。船木さんは腕が立つようだから心配ありませんよ。だから俺の用心棒に雇ったんだよ。おやん、なんだ。来ました、すごいのは。何、すごいのは。な、源三郎を差し出せ。なんだって。もし出さねば亀六と申す役の国も申し遅れってんで。トイヘンブグ、追い返しまいす。誰だと思ってんだよ。今万全の長兵衛と異名を取った神谷の六蔵知らねえかって。師匠でも前と追い返しまえ。いや、どうしても渡さんとあれば、我らも烏山十二万石の名誉にかけても亀六一家を相手取り。
私は主人だよ。主人の言うことは素直に聞くもんだ。私は言えませんよ。言えないことがあるもんか。やっぱりあの侍は平六だよ。見かけ倒して旦那。何だよ。あの方だってお客さんでしょ。客商売してるくせにそんな言い方ってあるもんかね。タレは毒ですよ。いいもんだな。あなたはどうしてそんなにお変わりになったの？それをお前は俺に言わせるのか？今日は先生のご命日です。あなたがきっと来ると思っていました。お前に参られて父もさぞ喜んでいられるだろう。昔のあなたはそんなひねくれ者ではなかった。お前がしたんだ。お前さえ俺のそばにいてくれたなら殴るような短気は起こさなかったかもしれん。この世で一番愛する者に裏切られた男はどんな気持ちに。源三郎様、あなたはユキを泣かせるためにそのためにお帰りになったの。行くところがなくてふらふら帰ってきたのさ、野良犬のようにな。あなたは私のような女のために気持ちが変わるなんて男じゃない。私のような女なんかどこにだって。その通りだ。女のために女々しい源三郎はバカな男さ。だからおゆきさん、うぬぼれちゃ困るぜ。俺の心が売り出したな、お前という女じゃないんだ。真実に裏切られた悔しさだ。俺はこの世から真実を見失ってしまったんだ。源三郎さん、あなたはここにいてはいけません。さあ、この金を持って逃げてください。その方が都合がいいんだろう。また十郎と。バイタン、俺はバイタンに手入れの金をもらうほどまだ少年は腐っておらん。
私がバレた。金を拾ってさっさと帰れ。父の保全が汚れる。このお金は私が妙外さんで下働きをして貯めたお金なんです。あなたに怒られてもどんなに他人だと言われてもいずれは私のところへ帰ってくる。その日を楽しみに貯めたお金なんです。バイタのお金だなんて聞かせてください。私がバイタなんですからね、聞かせて、はっきり聞かせて。話す。姉さん、お店出すの？お祭りだから休めばいいのに。お父っつぁんまた出かけたよ。儲かったらお土産買って帰ってくるって。また負けてくるんだろ。私は病気でなけりゃ姉さんは。よっちゃん、お前何を言うの。おいちゃん、この間どうもすまなかったな。ああ、お参りに行くの。ああ、俺も今日は休んじゃったよ。せめて今日ぐらいは人並みにやりてえからな。Thank you.
ては逃げろというのか。いや、やったな。そう、向きにならじゃ。ねえ、船木さん。いや、わしはね、一時お前さんをここを離れてもらいたいと。親分、これがそろそろ邪魔になってきたと見えるな。とんでもねえ。親の心こしらず。怒るよ、船木さん。足も亀屋六蔵だ。何、あんな侍たちの五色や六匹。だこれが烏山十二万石を相手としての喧嘩となると、こいつはただでは済まねえ。そこがつれえとこなんだ。俺が逃げれば亀六の顔が立つというのか。いや、船木さん、わしはお前さんに惚れ込んでんだよ。お前さんを死なしたくねえし、町内衆にも迷惑をかけたくねえ。そして足もほんのちょっぴり男を立てさせてもらえてわけさ。幸いちょうどなんだ、あの侍たちもこの祭りが済むまでお前さんの体を預けておくと言って帰って行った。だから今夜明け方がいいね、しばらく姿をくらましておくんなさい、町内衆のために。何、侍たちがやってきたってお前さんがいなかったら出しが開かねえって、後の祭りじゃねえ。おい、酒だ。鹿島、もうよせ。あ、いないじゃないか。船木を切ってからにしろ。相変わらず風早は水長越えたな。とにかくもうよせ。明け方が大事だ。今のうちにぐっすり寝ろ。おう、宮前、うん、どこ行ってたんだ。お祭り見物だ。なんだそれは。これか、珍しいだろ、組の小せがれ見ないと思ってな。この心境は子供がなきゃわからんよ。のんきなやつだ。やっこはおるだろうな。やっこ、犬だ。有馬だ。大丈夫大丈夫。犬なら酔いのうちから女と飲んでおる。まったく少年の腐ったやつだ。だから犬と言ったんだ。あんた一人？ええ。よかった。何が？何でもないんだよ。また酔ってるのね。堪忍、好きで酔ってるお酒じゃないんだからさ、ちょうだい一杯。どうしたのよ、こんなに遅く。なんでもないんだよ。いいの、そんなに飲んで。いいともさ、酔って寝ちゃえばそれでいいんだよ。そんな女ならさ、私ってまた叱られるわよ、有馬さんに。冗談、私の色じゃありません。いるんでしょ、妙屋さんに。まだ。あ、いるよ。
酔わなきゃさっさとどっか行っちゃえばいいのにさ。源三郎さんを切ろうとしているんです。そうじゃないんだよ、別の手がかかってんだよ。6人も6人、そいつら揃いも揃って腕の利きそうなやつなのさ。妙ヶ谷さんに、ねえゆきちゃん、今夜でも行って知らせてやるよ船木さんへ。ねえ行って逃がしておやるよ。このままじゃ本当に切られちゃうよ。あの人ダメなのよ。もう何がダメさ。私が何か言えば意地になるだけなの。逆らうだけの人になっちゃった。おゆきちゃん、あんた今まで何のため苦労してきたのさ。知れたね。わからない、わからないのよ私には。もうあったのあれから。ええ、今日昼間ね。それで私、逃げてくれと泣いて頼んだけど。やっぱり嫌だって言うの？それだけじゃないのよ。旅費にと思って持ってったお金。どうしたの？地面に投げ捨てて、いっぱいいた。有馬さんのことを言うんです。太田さん、私ね、今日会ってすっかり生きていく支えってものがなくなってしまったの。バカだね、あの源三。こんないい人苦しめてさ。おゆきちゃん、お飲みを宇佐原氏に。飲むわ。酔っ払ってみたい。存分に。あんた、焼き起こしてんじゃない？おゆきちゃん、一緒においでよ。これから亀六んち殴り込みかけるんだよ。殴り込み？ああ。あんな若いじゃランポンタの源三郎に私が喧嘩かけてやるよ。なんだあんな人。どうだっていいんだ。本気？本気よ。おやきさん、開けてください。ありました。何だろう、お前みたいなのか。どこで飲んでたの？おゆきさん、ここへかけなさい。何でもないの。
酔ってんのか、ゆきさん。ねえ、有馬さん。三人きりで思いっきり飲みましょうよ。今晩、私が終わる。どうしたんだ。どうもしやしません。はい。先生。帰るのか。あら、飲んで行きなさいよ。私、眠くなったから。お先に。なんだ？お水くださいな。あんた、船木のことが苦しいのか。船木の誤解がつらいんだな。つらい。そんなこと、なぜ言えていいのか、これ。俺は、おゆきさん、好きなの。好きで好きで。たまらないんだ。おゆきさん、分かってくれるか、俺の気持ち。分かっていました。嫌いか、俺が。船木のこと忘れられるか。
石段を抜けて峠出ればもう大丈夫だ。気をつけて行きなさいよ。何、そのうち奴を向けにやりますから。あ、どうだった？大丈夫。六人組はね、ぐっすりと寝込んでる様子ですよ。そうか、それじゃすごいよかった。あ、やつ、てめえ船長をその辺まで送ってけ。さえなければおゆきちゃんは先生のもの。そうなんでしょ。そうなんだ、分かってんだ先生の気持ち。話せ。いや、話せ。やったらいや。私の気持ち先生には分からないと。もうちょっとだらしがないね。初手から大きな口を引かなければよかったんだ。騙されたとも知らねえで、かわいそうにな、船木さんは。船木はどうした？いえ、ご勘弁を。言わんと貴様。騙されて、石段下行きました。石段？そこで、六人が。待ち伏せてるんですか。船木さん、あなたは切らない、切りたくないって私におっしゃったじゃ。船木さんさえいなければおゆきちゃんは先生のもの。有馬さん好き、大好き。騙されて一切しちゃいきました。そこで六人が待ち伏せてるんです。
病院に引きつけてからやるんだ。膝の中跡まで来たら上下から一気にかかれ。
り捕まえていてください。連れて行ってください。それを3年前になぜ言わなかった。今では遅い、遅すぎる。遅かないよ、じれった人たちだね。私知り合いが広そう。太田さん、見逃して、おとったやよっちゃんには会わずに行くわ。あなたは私がついていなければどんなことになってしまうかしら。私もな、逃げてくれ。逃げろ。そしていつまでも、いつまでもお雪さんを。
可愛がってやれよ。またお祭りね。有馬さん、きっと帰ってくるわ。帰ってくるかしら。あのお宮の石段の向こうから。呼んでみようか。ええ。おー